体的に変わる。信じられない、人を殺すなんて。おられた。あ、おられてるやん。あ、これはなかなか難しいね。トミーで生き返ったのはいいけど、ちょっとこれ無理やろ。ちょっと待って、まず。どっち引きの起点になる？上下で、こうか。
あ、ナイフ、あ、そっか。すごい鉄壁になってるやん。よいしょ。あ、やばい、ジェイソンおる。やばい、ジェイソンおる。タイプもあるけど、やばいやばいやばい、これやばいかも。おお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 、何、お墓？っぽい。やばい、誰か死んだ。あ、ちょ待って、これ行かれへんのじゃん。やばい、これトミーで戻ってきたのはいいけど、なかなか操作がわかんない。これどうやって構えて、構えてどうやって動くの。あ、いいね。ナイスポケットナイフ。ナイフどうやって使うの。これ下押したら、あ、捨てれるのか。なるほど。散策しなあかんな。お、バタバクッチ爆竹。はいいけど、アイテムやっちゃうやん。これアイテムを見つけなあかんから、こことか調べなあかんな。あ、でもマップってどうやって見る。やべ、俺しかいない。
なるほど。これはちょっと無理やな。すごっ。レイジが溜まってたってこと。レイジが溜まったのは、危ない。おいしょー、当たったぜ。初武器、初武器とか言ってる場合ちゃうな、これ。これ確実に死んだっぽいな。やば。危ねえ。ちょっと捕まってみるか。やば。逃げるだけで逃げてる。やば。助けて。誰か。やば。これはやばい。あ、やば。あ。マジで。よく頑張ったわね。これはちょっと相当やり込まんと難しいね。お家に帰ってきなさい。経験ボーナス2倍。そこ。お、先行。レベル3に上がった。ヘビ。これはなかなかですな。ちょっと操作性があれやから、かなり練習せんと無理っぽいね。プライベートマッチってのはな、プライベートマッチやと
シングルプレイになるんかよ。ちょっと一旦